アッチェ独立運動。アッチェ独立運動は、インドネシアのスマトラ島北部アチェ州で、同国からの分離、独立を求めるアチェ人の運動である。スハルト政権期の1976年10月、ハッサンディティロによって結成された自由アチェ運動、グラカネイクマーディカ、略称、GAM が、その運動の中心的存在である。この政治運動の歴史は、インドネシアが、 オランダの植民地支配に組み込まれていく過程で生じたアチェ戦争にまでその起源を遡ると考えられる。当時アチェを統治していたアチェ王国のスルタンはオランダに降伏したが王国の主権を移譲する手続きは行われなかった。そのためアチェ人からは日本軍世紀インドネシア独立戦争を経てオランダ領東インドの主権がオランダからインドネシア連邦共和国。 当時に移常された際に、アチェ王国の主権までインドネシアに移常されたことは、無効であると主張された。かつて、オランダ領東インド時代、日本軍政時代を通して、外来の支配者との妥協によって、旧権力を保持した伝統的支配者層、ウレー・バランという領主層に対して、イスラーム指導者を中心とする、アチェ人勢力はインドネシア独立戦争期に、社会革命を実行し、 これら旧支配者層を放築し、オランダとの武力闘争を継続した。こうしたアチェ人の抵抗運動は、インドネシア独立闘争の礎であるとスカルノに、言わしめ、その貢献を認められてスカルノは、アチェをイスラム法に基づく自治区とすると約束し、1949年12月に、中央政府によってアチェ州が設置された。ところが、 ハーウエンタク会議の対策として、オランダが作った海外諸国家の統合を済ませた中央政府は1950年8月に州裁兵を行い、アチェ州を北スマトラ州に併合してしまう。この決定に不満を持ったアチェ人勢力は武力闘争を開始し、ブラマーのリーダーであり、軍政長官だったダウド・ブルエを主犯として1953年に、 インドネシア共和国から離脱し、ジャワ島西部を中心にイスラム国家の成立を目指すダルルイスラム運動が1949年に起こしたインドネシアイスラム国に加わると宣言した。ダルルイスラム運動が劣勢になった1955年にはインドネシアイスラム国は抵抗国として独立を宣言したが、1960年に スマトラ島で起きたハンスカルの勢力による反乱によって作られたインドネシア統一共和国への参加を宣言した。しかし、翌1961年にはインドネシア統一共和国は自圧され、ブルエはアチェイスラム国として再び独立宣言をすることになる。中央政府はアチェ人の抵抗運動を地圧する一方で妥協案を出し、1959年に アチェを大幅な自治権を持つ特別州として復活させた。ブルエはアチェ特別州へのイスラム法の適用などを条件として和平を受け入れ、1963年に投稿した。1965年にスカルノが失脚し、スハルト政権に移行した後、1968年にはキリスト教徒移住者の増加を理由として、 アチェ特別州へのイスラム法の適用は停止させられた。また、1970年代には、アチェの資源開発が盛んに行われたが、収益のほとんどは中央政府に吸い上げられ、アチェ住民の不満が増大していった。1976年に自由アチェ運動、GAM が結成され、アチェスマトラ国の独立を宣言し、武力闘争に入った。GAM を率いた。 ハッサン・ディ・ティロは国際社会の理解を得られ、安いように AM の目標にアチェ王国の復活を掲げ、ジャワ人による植民地化への解放闘争であると訴えた。インドネシア軍によって1979年に GAM は一旦鎮圧され、独立運動は鎮静化した。ティロはスウェーデンに逃れて亡命政府を樹立し、兵士たちはリビアで軍事訓練を受けた。 再編された GAM は1989年頃から闘争を再開した。国軍と GAM の抗争は一般市民にも多くの被害を与え像をかきたてた。1998年にスハルト政権からハビビ政権に移行し、インドネシア政府はアチェ州住民に謝罪し、アチェ特別州へのイスラム法の適用など融和策を示した。また2002年には、 アチチェェ特別州の名称を、ネガララダルサラームへと解消した。その後も武力闘争は続いたが2004年12月のスマトラ沖大地震によるアチェの壊滅的な津波被害により GAM は臨時休戦を宣言した。この停戦を契機として2005年12月27日 GAM はインドネシア政府と8月に締結された平和合意に 元月軍事部門の解散を宣言した。これにより、1976年以来29年間続いた独立運動は事実上集結した。2013年3月2日、アチェ州議会は自由アチェ運動の旗を周期に採用する案を議決した。インドネシア政府は採用を撤回するように求めたが、在日アブドゥラ州知事、元 GAM メンバーは要請拒否。 4月1日には採用を指示する住民によるデモ更新が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。